ということで今回もやっていきたいと思います。なんだちょっとすみません。なんだ、どうしても17期なんでくれないのですが、助けてくれませんか。なるほど、ありがとうございます。しましょう。びっくりした、成長したんかと思った。カズマのとっくりさんだよ。いないいない、だか、いないいない。ちょっとなんかいい感じに。全然ダメじゃねえか。どこがいいの。やっぱり子供はあれなの、顔面がいいの。実際の子供にそんなことしてもなんか余計泣かれそうな気がするけど。なんでそう、私には全くわからないわ。ともこれの赤ちゃんたちの気持ちが。もう機嫌治ったと思うけど。あ、そろそろミルクの時間ですね。牛の機嫌も随分良くなりました。あゆなのそっくりさん、ありがとうございました。何て言われたの？バイバイって言われたの？お礼にこれもあげます。もう帰ると、ミルクの時間だから。実用品毛止めスプレーをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあ。見て、縦にハートマークが並んどった今。誰？ユニポンちゃん。お、三人おる。ということは、じゃあユニポンちゃん入るね。切ない。さあ誰だよ相手は。実は赤花。ちょっと待って、よろしくないよ。よろしくないよ。アユラの旦那さんだよ。ダメです。どうして反対するんですか。相手がいるからだよ。相手がいるからだよ、普通に。なんとなく気づいてはいました。なんとなくなの？アスムのお姉さんの旦那さんだよ。そこまでは把握してなかった。私がダメなんですね。君にはアスムがいるでしょ？ほら、とりあえずサクランボでも食べて、元気を出して。どうすか？すごく美味しかったようです。よかったよかった。まあね、すごく美味しくても、気分は良くならないかもしれないけれど。お、ゆうさん！え？子供やない？子供。ゆうさんのところにも初の子供。なんでもないです。ほら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 、来たー。ほっといてください。ね、ついこの間、子供が欲しいって言ったもんね。ほらとみくるの間に、子供がいたら、と、想像したりします。ぜひとも、ですよね、いいと思います。レベルアップ。さあ、それじゃあどうしよっかな。帽子変えよっか。帽子ってなんかさ、全部微妙な感じよね。もういいけど。カンカン帽にする。はい、帽子、カンカン帽をプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ、お宝のお返しです。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。お、さらにお礼。実用品ミシンをもらいました。ありがとう。親友のネムがオラにだけ秘密を教えてくれました。私も知りたい。管理人の権限として。食券乱用。はい、コーンスープでもどうぞ。めっちゃ早いね、飲むの。どうすか。まあまあ美味しかった。よかったよかった。はい、そしてあと一人誰やろ。お、リミちゃん。リミちゃんは？切ない。相手は誰ですか？実は、小夢のことが好きです。小夢さんはキャンディーさんがいるんだよ。小夢さんにはキャンディーさんがいるけど、当たってくださいます？かわいく。ロマンチックに。告白する場所はどこがいいでしょうか？屋上。その前に着替えた方がいいですかね。そのままで全然可愛いと思う。では勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。来るの？おお、来た。飛行機の音でかっけされたりとかせんかな。まあ、通り過ぎてから言うか。この地球で誰よりもあなたを愛しています。付き合ってください。深い。
めっちゃ重い。ちょっと待った。お？誰？わかめちゃん？これね、奥さんが止めに入るパターンとかあればいいのにね。本当にあなためっちゃ白髪やけど。小梅さん、モテモテやん。あなたのことも好きに決まってます。小梅、どっちも選ぶんですか？どっちも選ばないよ、小梅さんは。しかし、可愛い二人。え、選ばないよね。びっくりした。選んでしまうのかと思ったよ。うなだれる。可愛くておしゃれな二人なんやけどね。残念な結果に終わりました。どう、リベンジ行く？振られちゃいました。なるほど、リベンジはないと。さあ、ということで、グレープフルーツでも食べて、ほら、さっぱりしよう。どうすか。結構美味しかったようです。よかったよかった。さあ、それじゃあ、めっちゃため息つきた。はい、それじゃあ、ミネットさんと喧嘩中。はるちゃん最近喧嘩多くない？どうした？殺伐としているな。なんでそんなにイライラしてるの？腹が立つことがありました。別に夫婦仲が悪いとかそういうこと、よね？超満足よね。え、アイラインの信頼がちょっと揺らいできている。大丈夫か？とりあえず、え、ちょっと待って。好物とかなんもないんか。じゃあとりあえずシュークリームでも食べて、ほら、落ち着いて。いただきます。ほいほい。どうすか？結構美味しかった。よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあ、仲直りできるだろうか。この間はごめんなさい。この間というかさっきだけど。こちらこそごめんなさい。おー、よかった。謝りに来てないけん、お面ぐらい外した方がきっと。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよ。お礼にこれをあげます。実用品1億をもらいました。ありがとう。もらった小説を何度も読み返してます。こんなに感動したのは久しぶりです。何の小説をあげたのか知らないけれど、まあ、なんか感動したんならよかった。もうすごいお気楽な感じになったね。はい、それじゃあ、ケイスケさん、入ります。今日も暑いですね。ねえ。でも、もうね、私クーラーなくても大丈夫になってきたかも。怒った時に使う言葉を教えてください。お、ケイスケさん怒った時の言葉。ケイスケさん怒った時の言葉。はい。イラ、イラ、す、る。イライラする。はい、でいいですか？オッケー。はい、わかりました。そんな感じになるよね。言葉。休日も家に引きこもっているのが好きです。休日出て行きたいな。普通にいろんなところに行きたい。はい、コーンスープでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか。結構美味しかったようです。よかったよかった。せっかくだから甘めのものが好きなんかな。お、遊びましょう、遊びましょう。一人で絵合わせ。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな？一人か。スタート。目玉焼きです。美味しいです。一発目からはダメか。目玉焼きで当たり。片手に行けばよかった。おでんです。美味しいです。おー、こっちは斜めか。美味しいで当たり。
じゃあこっちは。サビタパンです。たっちゃんです。あー違う。おでんです。あたり。なるほど、こっちの斜めか。よる KMA、たっちゃんです。あ、でももういける。今回は。たっちゃん、あたり。よし。サビタパン、あたり。イェーイ。よる KMA、あたり。オッケー。目玉焼きが美味しそう。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番大きいので。お宝、招き猫をもらいました。ありがとう。さあ、それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあ、みんなじゃんじゃん入れてってね。いいね、ねみちゃん。夏って感じだわ。もう夏も終わるけんね。あれやない？最近ちょっと、いろんなところで、花火大会があったりとかもしたんじゃない？今日は25,610円集まりました。ありがとう。はい、そして、昼一。誰にでもよくにある袴だよ。あ、いいね、袴。神社でアルバイトとかもしてみたいなと思ったことがある。ミコさんってめっちゃ可愛くない？私あれめっちゃ重いよね、いつも。はい、そして、ミーニュース見てこう。お願いします。誰と誰？8年前から行方不明。掃除をしていなかったということかな。部屋の掃除したら速攻で出てきそうな気がするけど、ついカッとなって靴下をその辺に脱ぎ捨てる。でも世のお父さんとかめっちゃやってそうやけど、カッとしてなくても。本当に嬉しいニュースです。まあ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 、ありがとう。はい、そして今回も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、それを聞いていきたいと思います。今回の曲もね、500回記念の曲なんだけども、アユナで、はい、アイドルのソロ、サンキューフォーエバースペシャル、あずささんが送ってきてくれた歌です。まさかのアンドウ500回記念、こんなに長く続くなんてね思ってなかった。長い夜で短い時間ね、これからもよろしく、ありがとう。かわいい。いいね。ちなみにあずささんはね、サンキューフォーエバーっていう400回記念の時にも曲を送ってきてくれたので、500回になって、まあ、それのスペシャル版という感じです。はい、それじゃあ、友達マークが増えてる。コルピックさん、入ります。犬と戯れてたの？こんにちは。こんにちは。喧嘩じゃなさそうでよかったよ。ミネットに恋人がいたら。ミネットさんに紹介、マジで。誰？おー、マジか。いいんじゃないかな。それでは、二人も合わせてみます。どんな感じになるかな、二人。やっぱりその格好で来るのね。ちょっと着替えてこようとかは思わなかった。とりあえず、まあ楽しそうではあるのかな。まあ一応盛り上がりはするよね、あの格好で来られたら。あ、楽しそう楽しそう。まあいいんじゃないの。あー、でもどうなんやろうな。でも楽しそうよ。
うん、盛り上がっとると思う。あ、いいやん、マジで。今日は楽しかったね。おー、久々の紹介成功やん。リミちゃん失恋したばっかりやったけど、よかった。よかった。ナイスコルピックさん。付き合うことになったみたいです。お、レベルアップ。最後幸せな感じで終わってよかったな。はい、それじゃあ道具で。何がいいかしら。フラダンス入門書。はい、どうぞ。道具、フラダンス入門書をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。何でしょう。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。叶わない夢なんて、見るだけ無駄です。無駄な時間はきっとないよ、大丈夫よ。はい、ステーキでもどうぞ。いただきます。どうすか。すごく美味しかった。よかったよかった。おー、めっちゃ満足やん。すごい満足やん。じゃあさらに道具で、何がよろしいでしょうか。体重計。はい、どうぞ。道具、体重計をプレゼントしました。ナイスよ、ナイスコルピックさん。で、さっきのね、アミネットさん。なんかめっちゃゴロゴロしよるけど。リミちゃんももうね。あ、眠そう。やっぱ遊園地に行って疲れたんかな。はしゃぎすぎて。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ今日はね、久々にカップルが増えてよかった。結婚までぜひ行ってほしいね。